今、竹島のアシカが問題になっていますが、それをきっかけにアシカ、怪獣であるアシカの話をしようと思います。我が国の怪獣、海の、これは間違いないでください。海の動物で怪獣です。怪獣の中で一番大きいものじゃないです。一番大きいのはオットセイの方で、この両方が我が国では一番有名でした。ですから、日本で氷の上とかあるいは、絶海の孤島に集まる怪獣というとオットセイ、みんなオットセイだと思っていました。そしてあてはそういう怪獣の中で、みんな誰でも子供でも知っていたのは昔からあったアシカが鼻の先でゴム針をポン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 と突き上げる。で、それを何頭かでやることもある。これとても有名な芸でした。ことに傑作だったのはね、アシカはとてもものに人間に慣れやすいんです。叩いたりわめたりしなくても言うこと聞くんですね、アシカはね。だから、あんまり大きくない。オットセイは非常に大きいので、あれをもし鳴らすとすればもう牛を鳴らすよりもずっと大変だ。ラクダを鳴らすようなもんだったんですね。だからなかなか皆さんの一般の人がそのゲートを見るっていうチャンスはなかったんだけど、アシカは中くらいの割合、扱いやすい大きさの海生動物で、しかも陸上に上がってからもかなり活躍できる。何も泳がさなくたって乾いたまんまでも飼うことができます。池がなきゃどうかなっちゃうのもないですね。動物園で飼った経験によりますと、アシカはしょっちゅう檻の中で乾いた生活をさせても別に平気です。なんだかね、乾いたら死んじゃうような気がするんだけど、それはそれぐらいアシカが海から離れないという意味で、濡れていないとやりきれないというわけではないです。毛はあまり深く生えているように見えませんが、ずいぶん脂肪層が厚いと見えて、アシカはずいぶん寒いところの海でも活躍をします。で、今話題の中心になっている竹島にアシカが残っていた。アシカはね、川を利用されるから、動物園でもよく飼われましたから、方々で絶滅したり非常に減っちゃったりした。大正時代ぐらいまでは日本の沿岸全体にいたんですよね。日本中にいたと言ってもいいぐらい、海に限ったことですけども、海にはいたんですけれども、だんだん減ってきてあちこちで絶滅し始めて、非常にそれは残念なことです。カラフトという島には、向かって地図の上で見ると一番向かって左側、右側のとんがった岬、その岬からかなり先のところに海氷島というのがありました。これは国民誰でも知ってましたよ。海氷島、海の氷、これがアシカのことなんです。実際に住んでるのはオットセイ。なんかめんどくさいですね。住んでるのはオットセイ でそこへ、行った話で、そこには無数のオットセイが集まるので、有名な、今なら観光地というところですけど、その頃はカラフトのような、北端の我が国の一番北端の北の方の寒いところですから、観光の名所になるとはなったとは言えないですけどね。海氷島という名前が今でも残っています。そこに集まってるのはオットセイです。でそれをアシカと比較するとオットセイの方が大きい。で、前びれも後ろびれもヒレ足四脚というので、これらの怪獣類を四脚類、ヒレ足類と呼んでいます。そう聞くとね、これは哺乳類なのに魚のように海から離れたら生きていられないのかなと思いますけど、そんなことはないですね。私の動物園における飼育経験では、体が乾いちゃうと元気がなくなると言ってましたね。そう言ってました。だから時々夏など運搬中には水は与えなくても何時間か乾いても平気ですけども、あんまり長いこと体が乾いてくるとかえって元気がなくなるので水をかけてやるんだと言ってましたね。したがって動物園で飼う場合にはどうしても池の中に、池の周りに
島があるような感じで買わなければならない、つまり体が濡れてなきゃならないという前提でやってましたね。でね、慣れやすいんです。人間になるとあって呼んでね、寄ってきます。で命令に従います。で3頭か5頭ここ並んで、マリつきをやりますよね。で そのマリつきをやって、1頭がうまくやりますとね、他の3頭はパンパンパンと手を叩く。手といってもあの左足ですよ。で一応喜んでるのをこう手を叩いてね、あって叫ぶ。これとっても愛嬌がよく慣れてますので、その頃までは、ラジオやテレビで人気番組の一つでした。でそれがなんかだんだん減ってきたと思うと、アシカは絶滅に近くなって方々で減ってきましたね。これで気がつかないうちに、オットセイはまだ大丈夫なんだけど、アシカは絶滅の恐れが出てきたということで、それは非常に悲しいことです。アシカに、ついてはその他のことではどうも皮を取る、肉を食った動物園に売るというようなことで、だんだんに日本の全国の海岸にいたんだけども減ってきて、絶滅の、した地域も増えてきた。そのうちの一つは竹島で、非常にそれは残念なことだというように言われるようになりました。今までね、アシカはオットセイと並んでね、日本のむしろなんていうのかな、名物獣だったのですけども、今では悲劇の怪獣であるように言われるようになった。これ非常に残念なことです。保護するといってもね、あの捕獲をやめさえすれば、あれは年に何頭ってほど産みやしないけども、怪獣にしては繁殖率は高い方ですから、必ず復活するんですがね、それを、提唱する、つまり、取ろうとしないでそうとしておけばきっと復活します。それを提唱せずにはいられません。